山本大輝は関西テレビのアナウンサー。奈良県出身。父はフリーアナウンサーで、元関西テレビアナウンサーの山本博之。長兄は日本テレビアナウンサーの山本健太。三兄弟の末弟で、学生時代には体操クラブに7年間、野球部に9年間所属。幼少期からテレビ番組を好んで視聴していて、司会を務めるアナウンサーの姿に憧れたことから、 ジップの広雪と同じ道を目指した。奈良県立平城高等学校を経て、明治大学国際日本学部への在学中に、アメリカ合衆国へ1年間にわたって、語学留学。広雪とは、面識のない横山裕二の息子と、留学先で親しくなったという。日本への帰国後に、広雪がジップであることを伏せながら、かつて広雪が勤務していた。 関西テレビのアナウンサー試験を受験。最終選考まで残った際に、苗字ばかりか実家の所在地も、広きの自宅と同じことに気づいた役員から質問を受けたため、広きの息子であることを初めて明かした。後に、立山聖奈と共に、アナウンサーとしての採用が内定したことから、正式入社前の2020年2月24日に、 放送された、カンテレアナウンサー真冬の挑戦スペシャルカンニング、竹山局長のドラマ制作指令を遂行せよに、立山と揃って出演。古巣の関西テレビで、茶茶ャャイレマンデーの司会を務めているひろゆきとも、同年3月24日、放送分の、あの人だかりは何大阪メトロ特別編山広、親子初共演スペシャルで、初共演を果たした。 大学卒業後の2020年4月1日付で、立山と共に関西テレビへ正式に入社。入社4日後からは、土曜は、何するで、気象キャスターを務めている。ジップの広幸も、関西テレビのアナウンサー時代に、同枠の前身番組へ、レギュラーで出演していたが、同局の新人アナウンサーが入社と同時に、全国ネット向け生放送番組のレギュラーへ、 起用された事例は初めて、同年の10月改編からは、報道ランナーで、フィールドキャスターを務めている。その一方で、広幸の入社当初と、同じくスポーツ実況を志望していることから、2020年の7月から、スポーツ中継で研鑽を積んでいる。同年の全日本バレーボール高等学校選手権、大会、和歌山大会男子決勝で任された実況で、富士テレビ系列局に、 新卒で入社したアナウンサーからただ一人、翌2021年の第37回 FNS アナウンス対象新人部門にノミネート。審査の結果、同部門の奨励賞を受賞した。なお、勤務する関西テレビはテレビ単営局だが、2021年3月30日の未明からラジオ大阪で毎週か、水曜日の未明に放送中のカンテラ。 のパーソナリティ人にも名を連ねている。ありがとうございます。